じゃあいつもご視聴ありがとうございます。今日は一度出し始めた音はやめずに続けようという話をしてみたいと思います。レッスンや練習なんかで、まあ、楽曲でもエチュードでもエクササイズでも何でもいいんですけれども、一音吹き始めて練習とかでもね、その音が気に食わなかった、あるいは単純にミスしてしまった、音がひっくり返ってしまった、もっといい音が出せたのにと思ってもう一度やり直すことってありますね。でこれを練習とか、まあ、レッスンとかでもたまに見られるんですけれども、やっているとちょっと癖になっちゃうのでやめた方がいいというお話です。まあ、本番は皆さんご存知のように1音出し始めてもう一度すいません間違えたのでやり直しますっていうことはできないんですよね。練習っていう本番のための練習じゃないから、本番のために練習しているから、普段の練習も常にまあ本番を想定した音色選び、音色作り、基礎練は基礎練のための練習じゃなくて楽曲に生かす、そしてその楽曲は本番のために演奏するための練習ですの で、そういう時にまあ吹いて、こう例えばスケールでも何でもいいんですけれども、あ、ちょっと違ったな、もっといい音が出るかなっていう風にして、何度も何度もこうまた最初に戻って吹いて、また最初に戻ってやめてしまう、やめてまた戻る。これね、あのもちろん出始めて音を出して気に食わないということなんてたくさんあるんですけれども、これをもし癖づけてしまうと本番の時にすごくドキドキすることになっちゃいますので、どんなに気に食わなかったって続けるっていう癖をします、あのつけたいと思います。で、まあ、気に食わないような音を出さないように練習するっていうのがまず一番なんですけれど もう癖づけちゃうと何度も何度もこうエチュードの最初なんかでも一小節吹いてやっぱりちょっと違ったのもう一回やり直そうっていうことは練習とかね、まあ、レッスンでも許されるかもしれないんですけれども、やっぱり癖を、そこでつけちゃうっていうのは良くない癖だから、間違えるのは仕方がない、間違えてもそれは全然大丈夫なんですけれども、その音からまた始めてください。例えば、あ、違ったなと思ったらその間違えた音からじゃないと、いつまでも間違えぶつかるたびに壁にぶつかれてまたスタートに戻ってゴールまで向かうじゃなくて、その間違えた時点、中間地点でいいので、そこからまた直すっていう能力の方がまた最初に戻って、じゃあ何回も何回もやり直すことになっちゃうし、それが癖づいちゃうっていうのが一番良くないので、本当はまあそれをしないための練習をしてほしいんだけれども、つっかえないようにたくさんゆっくりを練習する、ゆっくりの練習をするっていうことが大事だけれども、まずつっかえても、まあ間違え練習だしレッスンだし、まだ今みんなと練習してるところだしっていうので、すいませんやり直しますっていうことは聞くんだけれども、どんな人でも、趣味の人でも、楽しんで吹いてる方でも、プロの方でも、やっぱり一音出したらそのままやめずにいくっていう癖をちょっとつけて、意識的にあの音を出す前に、だから音を出す前からもう音楽が始まってるっていう風に考える方がいいんじゃないかな。結構安直にパッと音を出しちゃうんですよね。割と管楽器奏者ってこう音出しをウォームアップでパラパラパラーとスケールや半音階とかのねスケールを吹いたりとか、何も考えずに吹くことって多いと思うんですけれども、本当に考えてる人はどういう音楽をしたいかとか、その音楽に合ったフレーズに合った、あるいはそのフレーズの音色に合った音を出そうということをまず、音を出す前から考えるっていうことをしています。これは別に趣味だから、楽しんでやる分には別にこのそんなしんどいよっていうんじゃなくて、やっぱり音楽っていうものに対しての姿勢というか向き合い方かなって思うんですが、だからね、普段からあのやり直さない癖をつけてみてください。もちろんあの吹いた後にね、あ、もう気に食わないな音なんて、そんなことたくさんあります。そんなことはたくさんあるんだけども、その中で修正していくっていうのも能力の一つだし、出した音はもうそのまま川の流れのように逆流することなく続けて、すいませんやり直させてくださいっていうのは、あの癖づけない方がいいかなというお話でした。まあ各言う私もね、きっとやっていたと思います。もう学生の頃、吹いたらあの、あ、ちょっと違うな、まあ
練習の時はその音色を探したりとか、こう自分でこう、うん、思い描いた音色になるためにやるっていうのは構わないと思うんですけれども、例えばまあスケールとか楽曲とか、うん、何でもいいんですけれども、何か曲になってるものとかで、もう始めたらそのまま行くっていうものを何度も何度もその一小節の中でやり直したりとか、うん、からまあ中間ぐらいで止まっちゃったら、まあ、そのまま先頭に戻らずに、皆さんきっとその前後ぐらい 2,3 小節前に戻ってやるじゃないですか。それと同じようにスケールとかの練習とかでも、 1,2 音出して気に食わなかった、間違えたからってまた先頭に戻って何度も何度もやり直すっていうことがない癖を、普段からちょっとつけるというか、そういう癖にならないように練習していただくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、そういうとね、ちょっとなんかプレッシャーみたいになると思うんですけど、まあ意識って結構大事なので、ちょっとその辺を意識して練習していただけたらなと思います。そのためにはゆっくり出発してください。やっぱりね、上手い人っていうのは、その出す音、ウォームアップにしても、スケール練習にしても、どういう音楽に直結してるっていうかな。そのスケールはスケールの音色、じゃあ楽曲は楽曲のその楽曲の音色、フレーズじゃなくて、なんか直結してる気がしますね。普段から意識して出し始めた音はやり直さないで、できるだけやり直さないでですね、ロングトーンなどね、音作りの部分では何回かやり直してもらう、やり直していただくっていう練習になるかと思うんですけれども、エチュードや楽曲、スケール練習、普段のマッスルメモリーを鍛えるエクササイズなんかはゆっくり、スタートしてやり直さないように、本番だと思って、ゆっくりの本番だと思って、ゆっくり吹く本番だと思って、練習していただけたら、そういう癖が自然と身についてくるんじゃないかなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録してみていただいている方、本当にありがとうございます。まだチャンネル登録はしてないけど見てますという方、よければチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。また高評価も、動画制作の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。チャンネルメンバーシップ始めています。フルートの基礎練習、エチュードのことなんかを配信してます。もっとフルートのこと学びたいよという方は、メンバーシップもチェックしていただけたらなと思います。いつも本当にご視聴ありがとうございます。応援もありがとうございます。それではまた次回。